皆さんどうもこんにちは,にちは白熱フットボールタクティックスチャンネルの第17回目でございますはい、はい、今日もナビゲーターはタカそして最近鹿島の街を案じている中ですほう今日はあの戦った鹿島アントラーズですけど<う>ちょっと今鹿島の街ピンチなの知ってますいや知らないですね鹿島の街ってなんかどんなイメージありますいやまあ茨城県の奥の方にありますみたいなイメージしかないですけどね、うん、鉄鋼の街なのよあそうなんですね、うん、鉄

要はそれでね、ずっと栄えてきた町が、ちょっとそこ閉じちゃったら、まあ、労働者含めてまずいんじゃないかと。あ地元のまあ生産として働いてた労働者の方々の働き口がなくなっちゃうからね。だからもう茨城県知事とかが動くレベルでね、今結構動いてるらしいのって、ちょっと鹿島の町大丈夫かなって、ちょっと敵ながらに思ってしまった中でしたなるほど、じゃあちょっとアントラーズのサポーター的にも、ちょっとなんか町のなんか危機みたいな感じになってるないです、ね、そういうことですよね、たぶ、うん。 鹿島アントラーズに対してレイソルもちょっとね、危機的な状況では危機的だと思いますあるんですが、ちょっとなかなかチーム状態は向上しませんが、サポーターができることは、信じて、見ることですかね。未来が明るくなることを信じて、われわれも試合を振り返っていきましょう。では中身に入っていきたいと思います。さてさて、今回の試合の結果、皆さんご存知の通り、1対2で敗戦と。 そうっすねちょっとなかなか解説する側も毎回こんなため息つくのもは悔しいですよね。とはいえいきましょう、はい、中身のポイントですけれどもちょっとレースルと鹿島の中で違ったのは、まあ、セカンドボールの処理と反応特に処理かな、うん、このボールうまくつなげればショートカウンターできるかもしれない、うん、カウンターにできるかもしれないっていう相手のパスミスとかトラップミスをカスタラウシーってあったじゃないですか。た、うんうん、たくさんあったねそこの 取った後のパスがすごい雑でまた取られ返すっていうシーンが結構多かったり見たんですよねわ、うん、かるそうそこつながれば多分チャンスになるんですよそこのまあセカンドボールのまあ処理のところですかねそこはちょっとまあ見て取れたかなっていうところうんそうだねで次にちょっと悪かったところなんですけど、うん、失点シーンはちょっとマーカーの受け渡しのところが不明瞭だったので、うん、鹿島の2点目のところかなそうですね二、うん、点目のところですねそこはちょっとまた別途解説をしたいと思いますししましょう、はいはい、で 唯一良かったところ、うん あの途中から染谷が怪我をしてしまって3バックになったんですよねそれによってこの下の青い字2つの道ですね中盤で結構ボールを持てるようになりましたとその結果ショートカウンターで意外とシュートまで行けたシーンが多かったとあ後半からね増えたよねですよね、うん、とまあ3バックになったことによってきちんとサイドが幅を取ってサイドのまあ一平とか結構仕掛けるシーンありましたもんねあったねスペースあったねえそんなシーンも含めてまあ3バックにした効果っていうところも少しあったのでまた別途解説をしたいと思いますうんうん、うん はいってな感じなんですが、高さん何か気になる事あります？まあそうですね。今は高さんおっしゃっていただいた通りだと思うんですけど、うん、まああえて言うなら、まあ試合のポイントに1点目にかかるところで、うん、スタッツのところのパスの成功率、<ー>ここ結構この2チームで差あったなって思いますね。なるほど。うん。要はこぼれ玉とか、まあ誰かボール持った時にそれをつなげるかつなげないか。うんうんうん。でそのつなげなさというのが結構ね、うん、あの相手のその支配率にも。 高さにもあられると思います。カシ、ね、は結構もったいない処理の、うん、セカンドボールの処理をしていたなっていう印象、ねうね、まあ確かにパス成功率で十五パーぐらい違いますからね。そう成功率は約半分ちょっとっていう二本に本は失敗しているっていうのは結構衝撃的かなとは思うんですけどね。まあちょっとピッチがスリッピーだったってのあったんですけど、ね。スリッピーだったね。まあ同じ状況でもカシは七十三パーで、うん、こっちは五十七パーって確かに物語ってますね。うんうん、そうだね。はいってな感じでございます。ちょっと中身にさらに深掘っていきたいと思います。 はい、うん、こちらですねあの、レイソルが3バックに変えたときに、どんなポイントがかわったのかっていう部分を、うん、一旦フォ4バックの時の話をしてから、うん、次、3バックに変えた話をしたいとい。主に前半だよねねそうです、ねね、はい、うん でカシモのビルズアップの時って結構面白かったですよね。面白かったね。あのボランチが1枚真ん中に降りてきて、降りてきたねでこのセンターバックが開く形で取りましたよね。で、このサイドバックが結構高い位置を取って、ラインギアまで行ってたねのファンガラーのかなんか結構こう真ん中までこうサポートに来る感じで、自由に動いてたよねまたツーボランチになって、うん、でここのサイドの選手が中入ってきて、またこの。 フォワードが3枚いる格好になってましたよねで,よね、うん、でここだ完全にここの時にあのレースルこのサイドのところで数的振り作られてたんですよこことここですねそうだね,うだね、うん、なのでマカシもうまくボールをつなぎながら、うん、一旦横に入れてここでボールをキープして、うん、このフォワードがしっかり裏を抜ける そうだね確かにサイドから裏に出すパス多かったねそうですね、ここからこう、ねこの裏に抜けて、シンプルにこうアーリークロス的な形で、裏抜けるっていう形が多くてですね、そこは一重にこのレイスルのサイドのところで数的優位作って、そこから仕掛けていくって攻撃ができてたので、そこをレーソ止められなかったっていうところがある意味、ーバックの時に守備ではまったところかなと。苦戦してたね。そうですねていうところでございました。これがバックになった場合を話ししまょう 後半から結構、染谷が怪我をしてしまったところによって結構、選手がらっと変えましたよね。で、3バックに変えて私が見た感じ、上島と古賀と大南の3バックで、三丸がウイングバックに入って一平篠塚がウイングバックに入って、シーハシとシャルジソンと仲間で3枚のインサイドハーフみたいな形。 でクリスとの2トップって格好になっててなましたね,そう,だねそうすることによって完全にこの数的不利を作られていたサイドの局面でここでガッチャンコでマークがつけるわけですね。そですよね。で加えてこの中盤のところでこっちは仲間とシーハシと一人リシ3人いる、うん、で堅い相手は2枚しかいないので、うん、ここも数的有利になったわけですよ。うんうんうん、そうだねなので完全にこう相手からすればこの5人で1個ここに壁ができた感じになりましたでね。 なのでこれを機にここら辺でちゃんとこうボールをこうつっついてこのボールがポロンとこぼれて江坂と,とかが取ってまた仲間が裏抜けてちょっとこの辺でポポッとボール回してシュートに行くみたいなある意味3バックの,この壁で1回引っ掛けてショートカウンターっていう形が結構見られた増えたよね一気に、うん、それがまあ,ある意味3バックに変えてこの数的不利になってしまったところをしっかりマーカーをつけてってショーートカウンターって形は 擦り箱に変えて良かかったとところなうね相手は活性化したね。ある意味、この形は、まあ、ショートカウンターをするっていう意味では結構重要だと思うのでこれからまあこの形をしていくのであれば、うん、結構まああの効果的なんじゃないかなとは思いましたまあだから相手のフォーメーションにもよるけどねうん、うん、今回の相手のこのフォーメーション上は今の形でちゃんとピースがはまったってことだよなある意味でネルシーニョ監督のまあポゼッションサッカーちょっとあ,のまあ難しさを感じているところがあるのでうん、うん、きちんとこの高い位置でボール取って早く攻め切るっていう形もある意味 一つ狙ってもいいんじゃないかなと思ってますけどね。うん、まあ、そんなところも含めて、まあ、スリーバックにちょっと可能性を感じた。可能性を感じたね。ポイントでございました。はい。さてさてさて。こちらですね。えっと、鹿島の二点目ですね。レースの二失点目の解説をしていきたいと思います。これ、絶対意見分かれる、みんな。まあ、そうでしょうね。絶対分かれる。ちょっと私たちもいろいろ議論しましたからね。分かれる。とまあ、局面としては、なんかロングボールが上がって、誰かがせ。 でふわーっっと上がったボールを確か相手が取ったったていう形にならて,いて、うんなね、仲間が競ってで高くボール上がって江、うん、坂が行ったっていうそうですよねでここ相手がボールを持って江坂がプレッシングに行ったタイミングですよねそうそうえー、えー、でここ相手にボールが当たって相手の選手がここでボールを取って 1>,、うん、で1回最後の選手にはたいたんですよねはたいたねでここで一平篠塚がしっかりアプローチにいったと行った、ね、でこの選手がそのままパスを出した流れのままに 裏に抜けたんですねそこにパスがスポンと通ったとこの時に誰も行かなかったからやむなく大南がスライドしましたと頭うなだれながら仕方ねって感じで言ってってましたねでちょっとここに空いたスペースができてしまったのでシタルジッソンがうわ頑張らなきゃって言って戻ってきたと非常に頑張って戻ったと思いますよっていう形ですよねただそうすることによってできてしまったスペースにこの選手が入り込んできてマイナスのボールが入ったと でこれがなんポポポボンとディフレクションして入ってしまいましたっていう事実から言うとまずそうです。で、まあ、ちょっとポイントとして挙げられるのはまずこの選手の上がった時にうん、うん、ついていた選手があの江坂ですかね、うん、江坂がついていくのかないしボランチに渡すのかうん、うん、その辺の声かけがちょっと不明確だったかなっていうのはありますとああのあそこを見た時にね最初俺、俺 C 橋かなと思ったのよ。 でも C 橋まあうんって感じなんだけど、うん、あの時 C 橋ねまず一平見てるのよあ一平一人シェイス行ってるんだと後ろもその後一瞬パッて見てるん,んですよあ後ろも枚数足りてるなと。ってことはここ多分江坂がそのまま裏に抜け出したところもついてってくれるだろうという考えのこと多分あそこのポジション取りをしたんじゃないかと思うのね。 なるほどねまあだからいわゆるその今書いてくれた「引き継ぎ声かけ」のとこなんだろうな、うん、まあ誰が一人悪いというわけではないと思うですよね。ですよね個人的に,はにそうですね,ですねまあ個人的に思うところはまあ江坂が頑張れればこの全体がスライドしてここが余るっていう現が起きなかったと思うんですよね。うんなのでまあ江坂が悪いっていうわけじゃないですけど江坂が行かないんだったらきちんと誰かに引き継ぐれとか基本的なマーカーのところの責任 ちょっとも曖昧になってしまったかなと、ね。まあそうね。まあ確かにエサカもパタって止まっちゃったんだよね。そうですそうですそうですよね。ええ。まあちょっとそこでまあ全体まあチームが押せ押せになって比較的いい時間帯でしたから、うんうん、まあ少しもったいない。もったいない本当に失点だったかなというのは、うん、えっとコメントさせてほしいなと思います。うん、はい。はい。さて。はい。次節。 今週の日曜ですかね。はい、そうですね。結構あっという間ですね。はい。対ガンバ大阪ということで、ね、ええー、去年は一緒いっぱいですね。そうですね。ええええ確かホームの試合はオルンガが爆発した試合でした。爆発した試合。うん。えー まあガンバとの一戦でガンバは確か結構チーム状態としてはコロナのクラスターが発生して、うん、そうなのよね試合こなせてないしいいなかなか調子上がってきてないよねですよね、うん、まあなのでちょっとレースルサポーターとしては試合のポイント書きましたけど、うん、そろそろ勝ちたいですとあのこの一言に正直つけちゃうところはあるよね <laughs> 俺らからそ,そうですよね、うん、そろそろ処理は見たいですっていう部分はちょっとあのいありますね、うん、で、はい 可能性感じました、スリーバックでショートカウンターで引っ掛けてくるって形は、ある意味あの、どこのチームにも通じると思うんですよ、ポゼッションしてくるサッカーだったら、うんうん、なので、まあ、それを継続するんだったら、うん、まあ右みたいなフォーメーションは楽しみかなというのはありますね。ねはい、はい というところで、まあ、先ほど申し上げましたように、お互いになかなか攻撃のところで糸口が見つからないチーム同士の試合ということで、えーえー、また今回みたいにちょっと硬いゲームなんじゃないですかね。まあ、硬いと思います、正直。ですよね、ですよね。まあ、なのでちょっと、まあ、また1点、2点の差が。 もの、まあ、物を言うような人になると思うんですけど引き続きサポーターはですね勝利を信じてやる時ですからうん、うん、あのもじもじする試合絶対になると思う,そうです、ね、絶対になると思うんだけどでそこでねあのよくな、ね、いプレーがあったとしてもね信じることしかサポーターは今のところできないそうなんですよねたぶん、まあ、多分一番悔しいのは選手たちですからねまあね。 我々がまあこんだけわあわあ言ったところで一番多分悔しいのと一番こう修正しようとしての選手ちですからいやでもねこれまたスポーツの世界は結果がすべてだっていうねそうですねご意見もあるのでここはあんまり議論しない方が俺は吉だと思いますよ確かに確かに皆さんにその辺の結論はお任せしますが我々は引き続きこういう解説も含めてやっていきますのでレーソルをメモっていくところは変わらずそうですねやると思いますでは次のガンバ戦はいい結果で終われるようにまた1週間極力ね ステイホームで、ステイホームで過ごしましょう。応援しましょう。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さよなら。